どうも、キューニー F です。本日はですね、ヘラクレスヘラクレス。こちらのね、2匹がね、まあ、メスはね、だいぶ前に羽化してたんですけど、オスがね、そろそろ使えるようになってきたので、今日はね、ペアリングをしてね、産卵セットをね、組んでいきたいと思います。で、オスはね、そこまで大きくないというかね、少し前にね、ショート動画でね、ティッシュにね、くっつけるっていう動画を上げましたけど、その時に使ったね、オスになりますね。今日はね、こちらのペアリングをね、やっていこうと思います。それではね、準備します。今回使うね、メスがこちらになります。結構ね、大きなサイズでね、立派なんじゃないかなと思います。これをね、使います。はい、よし。でか。それではね、オスをね、メスの上に乗せていきます。はい、おー。お、すごいすごい。すごいすごい。やる気満々や。すごいすごい。もしね、なかなか交尾してくれないときはね、過去動画に何度か載せたことあるんですけど、メスのね、胸部をね、爪で引っかいたりとかすると、オスはね、やる気を出してくれて、すんなり交尾ね、できたりすることもあります。でもね、今日はね、心配することないですね。
はい、ではね、ここからは、産卵セットをね、組んでいこうと思います。まずね、今日、組むね、大きさは、小林シャッターの台になります。これにね、まず半分ぐらいマットを詰めていきます。詰めていく、マットを入れていきます。はい、で固めます。で次に8割ぐらいマットをもう一回入れます。で再度固めます。少しね、柔らかめです。一番下よりはね。で、最後はこと切るよ。最後は、軽くかぶせます。切れにくいな。で、適当に足場になるものを入れます。はい、そして餌。はい、ではね、これで、産卵セットは完成したので、メスを入れていきます。オスはもう、よし、はい、ではメスを投入して、これでね、産卵セットは完成です。あとはね、3日ぐらいでね、一応ね、様子見のためにね、割り出してみようと思います。まあ、そんな感じでね、ヘラクレス3期目になるかな、今回もね、絶やさないようにね、続けていきたいなと思います。ではね、これで、今回の動画は終わろうと思います。またね、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。プンでクレヨン。